とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。ここで猛烈な吹雪。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、こちらは急所にヒット。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと、ステミタックル、激しく当たった。あっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでラプラスの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。勢いのある攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。さあ、これは、よし、当たった。白熱したバトルが続いております。さあ、ここで急所に当たった。あーっと、力尽きたか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでラフレシアの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃。あーっと、氷漬けになってしまった。おっと、凍っていて動けません。この氷がバトルにどう影響するか。いったー、よし、ここでダウンです。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。バトルの姿勢に移って、おっと、ポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでゲンガーの登場だ。激しい攻撃。よし、さあ、激しいバトルです。おっと、電磁波。おっと、麻痺してしまった。さあ、今度は、よし、ヒット。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。この攻撃、マジラブの当たり。さあ、ここで、よし、当たった。白熱したバトルが続いております。ここで10番ボルトだ。いい当たり。あっと、ダウン。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでコルバットの登場だ。さあ、ここから挽回したいところ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。
ああ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、これは急所に当たった。あーっと、何をやっている。ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。さあ、もう後がないぞ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あーっと、大爆発だ。激しく当たった。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。ここでサイコキです。よし、あーっと、力尽きたか。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。両者向き合って激しい攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、毒々攻撃。さあ、毒で少しずつ弱らせる。白熱したバトルが続いております。ここで自陣攻撃。これは効いた。あーっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでナッシーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと、これは外れ。おっと、ヤドリギの種。よし、当たった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。あー、狙い的中。ここで回避率をアップです。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さて、ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでミュウの登場だ。まだまだステータスをアップします。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで猛烈な吹雪。効き目十分。さあ、この場面で相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ、激しいバトルです。ここでサイコキです。よし、残りのポケモンの数に差がついております。ここでペルシアンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おーっと、激しく当たった。
ここで回避率をアップです。さあ、肩や体力的に押されている格好だ。激しい攻撃、急所にヒット、アッとダウン。ここで試合終了。